はい、皆さんこんにちは。今日は2022年1月の4日火曜日です。現在ね、これは水戸シーパラダイスのね、近くのセブンイレブンにいますけど、今日はね、天気がいいんで、これから大瀬崎の方までね、走ってみようかと思ってます。今日のお供はね、ヤマハ WR250X モータードンになります。よろしくお願いします。この右手がね、水戸シーパラダイスですね。今ね、やっぱ冬なんでね、ちょっと風は強いですけどね、まあ日差しが強いんで、まあ景色はいいですよね。今日の富士山はあんな感じ、まあ、ほぼクリアに見えてますね。風強いですね。風気温がすごい。声がうまく入ってくれるかどうか怪しいですね。いつものようにね、トンネルの手前を右折して、眺めのいいね、旧道の方を走ります。まあね、今日はね、空の青さが非常に綺麗ですね。富士山もね、素晴らしい、ズバーンとね、見えてます。美しいですね、美しいですね。山頂の方はね、なんかこう雪煙みたいな、なんかそんな感じで発生してますけどね、すごい寒いんでしょうね。風がね、本当に強いですね。風切り音がね、本当すごいです。素晴らしいね。最近ね、このソニーのアクションカムのね、マウントをね、今までソニーの純正のやつ使ってたんですけど、最近ね、ちょっと変えて GoPro のやつをね、使ってマウントをし直してみました。まあ、ちょっとね、接着面が小さいんで不安はありますけどね、まあ落下防止の紐くっつけてあるからいいかなって思ったのと、あとね、だいぶね、マウントの自由度が増すっていうかね、いろいろ途中のね、ジョイントのパーツがいっぱいあるんでね、まあ自由にね、マウントできるっていうところが、まあメリットですかね。まあ今ね、ほっぺたよりもね、少し前ぐらいにレンズ部分がね、出てきてるんで、まあ真ん中じゃないですけどね、結構顎マウントと同じぐらいの位置まで先端にね、まっすぐ出すことができたんで、まあ今までね、なんとなく内側を向いてたりね、傾いてたりしたのはね、まあそれ以外にちょっとね、マウントの自由度がなかったんで、まあそんな感じになってたんですけど、今はね、まあかなり自由に水平が出せるんでね、まあほぼヘルメットに対してまっすぐに向いてる感じで、レンズもね、ほぼ水平に座ってるかと思ってるんですけどね、まあそれもね、 GoPro の互換品ですからね、非常に安いんですよね。まあ、このソニーのカメラ買った時にソニー製のね、マウントを買ったんですけど、まあ、結構高かったような気がするんですけどね、まあ、全然壊れなくてね、未だにね、使えるには使えるんでね、丈夫には丈夫なんですけどね。ただね、ちょっとサイドマウントした時の調整範囲のね、自由度がちょっと狭いっていうかね、まあそんな感じだったんで、ちょっとね、変えてみました。いかがでしょうかね。まあ、あとね、ソニーのこのアクションカムはね、綺麗な景色があった時にそちらを撮影するために設置されてるんでね、まあ、ほぼ設置がね、水平になるように調整しました。今までね、バイクがちょっと入ってるとかそういう感じでマウントしてたんですけど、もうね、ソニーの場合はサイドマウントでバイクのね、ボディも入らなくていいっていう感じで今マウントしてますんでね、まあ、たまにチラチラミラーが入り込むぐらいで、あとはね、基本的に開けたね、景色が映るようになってるかと思いますけど、ジェストマウントのね、 GoPro の位置もちょっといじってみました。接続のね、パーツをちょっと変えて短いやつにしてね、なるべくマウント位置がね、下の方になるようにちょっと変えてみました。上からの方がね、角度はつくんですけど、まあ、ちょっとあんまり空が映らないっていうことで、なるべくね、ヘルメットのバイザーが映るギリギリまで持ち上げるにはどうしたらいいかなっていうことで、マウント位置をね、ちょっとね、下げてみました。まあ、下げたっつってもね、10センチぐらいしか下がってないんじゃないかと思いますけどね。まあ、それでもだいぶギリギリまでね、上に向けた時に、今までよりはだいぶ上向きになるように、向きがね、できるようになったんで、だいぶね、青空が映るようになったんじゃないかと思いますけどね。美しいですね。非常にクリアですね。富士山の頂上付近でね、少しなんかうっすらね、雲が発生してるようですけどね、まあ綺麗に見えてます。現在ね、時刻は2時18分ぐらいなんですけどね、まだ
気温がね下がる時間じゃないとは思うんですけど、それでもね風が強いんでね、体感温度はね結構寒いです。やっぱねさっきのコーナーはね見通しが全然ないんでね、ゆっくり走らないとかなり危ないですね。もう早くね新しい道ができてくれるといいんですけどね。ここもまたズバーンと素晴らしいですね。まあねこの海沿いのね一番気温がね下がんないようなところをね走ってるんですけど、それでもね結構寒いですね。だからねここのいいところはね全然ね路面が濡れてるようなところがねないんで、まあ凍結の恐れがねほぼないということでね、そこが安心してね走れるところではあるんですけどね。まあ富士山もね非常によく見えますからね、ここはいいコースですよ。まあ、切り返しが多いですね相変わらず。まあ、どうしてもね冬場は風が強いですよね。木の揺れ方がもうすごいですもんね。珍しいですね、トレイル車ですね。なんだろうねこれ、シェルパかなんかかな。もうこんだけね荒れてるとモータードとトレイルのね差がそんなにないですよ。かえってねフロントがでかいからトレイル車の方がいいかもしれない。もうシェルパだったらねもう全然ピークパワーがねダブルあるとあんま変わんないからね、早いんだよね。やっぱねスーパーシェルパでしたね。もうスーパーシェルパね空冷ですけどね、もうほとんど30馬力超えてますからね。ダブル R と同じぐらいのパワーで、向こうの方がすごい軽いですからね。まあオンロードを走ればねトレイル車の中じゃ一番速いぐらいじゃないですかね。一回ね見積もりまで取ったことあるんですけどね、中古車でね買おうと思って。まだその頃はねそんなにトレイル車もね今みたいに値段が高騰してなくてね買いやすかったんですけどね。今日もいい眺めですね、素晴らしい。風が強いんでね、なんかね坂もすごいし、バイク止めるとなんか倒れちゃいそうだね。スタンドがうまく効くかな。それではねまた今年のね初走行なんですけどね、今日が皆さんにね富士山のご加護がありますように、合掌ご安全に。それではね戻っていきましょう。美しい、もう裾野までね綺麗に見えてますからね、素晴らしいですね。スタート地点のね内浦の方に戻っていきましょう。もうねすごいね寒いんで、多分ねタイヤのグリップとかタイヤがね冷え切っちゃってるからあんまり良くないんだろうなって感じはしますけどね。まあ寒いからってね不安になるような挙動はないんですけどね。まだね日差しがあるからいいですけどね。これもう日差しがなくなったら本当寒いでしょうねこれね。富士山相変わらず素晴らしい、美しい。まあ2022年はねとりあえず、まあ、バイクもね1台買ったばっかなんで、まあ、バイクを増やしたりすることもないと思うんですけど、まあ、あとねしばらくは今やってるようなねカメラ2台体制でね、マウントもまあおおむね今のまんまでいじってもね微調整ぐらいのところでやっていくようになるかと思うんですけどね。この前ねこのソニーのねアクションカムの方でダートをね走って、それをねずっと撮影したんですけどね。まあチェストマウントの方のね GoPro ですとね結構揺れるしね、臨場感もスピード感もあるんですけど、どうもねダートをねこのソニーで撮影しちゃうとぬるぬる動きすぎちゃってね、なんかね全然滑らかなね道を走ってるように動画だと映っちゃうんですよね。やっぱりあんまりねブレ補正がきちっとされてればいいかっていうとね、まあ多少揺れてた方がいい場合もあるような気もしてきたし、まあチェストマウントの方はねもう全然ブレ補正なんかないんですけどね、まあ、そちらの方が全然臨場感があるっていうかね、舗装路を走ってる時もたまに大きなね段差とかあった時に画像はね結構揺れるんですよね。まあその方がバイクで走ってる感がねあっていいんじゃないかなって気も最近してきましたね。美しいね。まあカメラね2台体制になってから、まあ、編集にね倍ぐらいね時間がかかってるような気がするんですけど、まあそれでもねまあなんとかアップし続けていられますから、まあいいんじゃないかなって感じですよね。最近ね休みの時にすごく天気がいいことが多いんでね、割とね
動画のストックもそこそこできてる感じなんで、まあ雨がね何日か続いてもね、まあ今のペースで動画は上げ続けることがしばらくはできると思うんですけど、いいですね。まあ基本ね、富士山が見える時は富士山が見えるコースを走ってますからね。まあ富士山がね見えない時なんかはね、まあどの道見えないようなコースね走ってるんですけど、まあ富士山がねあるとないとじゃ大違いですよね。本当にねありがたいですよ。この前ね初日の出の時に伊豆スカイラインのね滝山ってところまで行ってライブ配信したんですけどね、もうね手袋外したらねもう手がねちぎれるほどすんごい寒かったですよね。あれじゃあね路面もね凍結しちゃうんじゃないかなって感じがしたんですけどね、まあ、本当にね寒かったですよ。手が痛かったですからね。まあ行くのはね車で行ったからいいんですけど、まあ、車で行ったんでねもう全然止めるところもなくて、路肩にね止めてね滝山まで結構歩いて行って、だからもうね人がねもうたくさんいたんでね、いい場所もねなかなかなくて大変だったんですけど、まあそれでもねまあなんとなく撮れたし、富士山もね真っ赤に染まってるやつが撮れたんで、まあ良かったかなと思ってるんですけどね。もう来年からはねちょっと滝山じゃなくてもうちょっと見えるところだけれどもあんまりメジャーじゃないところをちょっと行って、まあ、そこからね撮影してみようかと思ってるんですけどね。まあね実家の2階の窓から映すのがね一番邪魔者はないんですけどね、あんまり変化がないんで、まあ来年はねまだどこでご来光を見ようかなってところも考えながらねいろいろ走りながら言おうかと思ってるんですけどね。ライブもねこんなに寒くちゃしょうがないですけど、もう少しね気候が良くなって外でねいるのが我慢できるようになったら、どっかね電波の良さそうな眺めのいいところでねやっていこうかと思ってるんですけどね。まあできればね電波のいいところで GoPro かねアクションカムかどっちからの映像をねライブで流しながら、まあ画面は見れないですけどなんかトークしながらねライブでできれば一番いいかなとは思ってるんですけどね。まあこんなところをねこう走りながらねライブできたら最高じゃないかなと思ってるんですけど、まあただね伊豆の海岸線を走っててずっと電波が通じるかどうかってところもあるんですけどね、まあその辺もいろいろ泊まりながらテストしてね電波が良さそうだったらやってみようかと思うんですけど、この前のね滝山はねもう電波がギリギリで気がつくとみんなフリーズしてましたから、あそこはねなかなかライブには向かないんじゃないかなって感じはしてるんですけどね。まあ伊豆スカイラインはねなかなかライブ無理じゃないかなって感じがするんですよね。まあねライブの間ずっと走ってなくてもいいと思うんで、どこどこね走ったり止まったりしながらライブ配信ねできれば楽しいかなとも思ってるんですけどね。もうねもうじきスタート地点のね宇宙岩に戻ってきましたね。もうそこはね水戸シーパラダイスのとこですからね、もうねいつもよく夜ね水戸の浜のところですね、富士山がねあそこに見えるところですね。またこんな感じでね富士山やね伊豆の綺麗な景色をねご紹介していきたいと思ってますんで、気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。